私はまず自分のビジネスプランを決める前にこの自己紹介マインドマップを作ってみました。僕が考えたビジネスプランは留学生からのリアルな声を届けるマッチングサイト You いっちゃいにょ。それではこの動画を見てください。その他にも私はこんなロゴマークやこんなロゴマークを書いています。上級編は木刀制作、小学校5、6年生から OK。 かなり難しいけどできた時は嬉しいです。これが僕が作ったスゴロクです。工夫したところはクイズを作って対策を知ってもらえるようにしたことと、僕のプロジェクトタイトルは石好き集まれ三角語でわかる石のトランプ、これであなたも石博士です。紙飛行機で世界をつなごう。小学生の子アロハー、ゲットチェイコです。 CEO キッズアカデミーのファウンダーであるゲットチェイコです。私がこう作りました、子供に、ビジネスを、学んでもらえるプログラムというのを、作り出して、2年になってるんですけれども、今回2回目の、キッズビジネスプランコンテストということで、子どもたちが、勉強したことを生かして、どういうふうに、ビジネスを作っていくかということを、勉強してもらったので、それを活用して、どんなビジネスを考えていきたいか、自分たちがどんなことができるかなんてことを、この考えた内容について発表してもらうコンテストをしています。でこれはですね、もう今回は、コロナっていうね、ことで、3月のコロナが発生してから、CEO キッズアカデミーで学んでいただいた子どもたちなんですね。で本当に時代が変わってしまったのと同時に、今コロナだからどういったことができるかなって、どういうことが自分たちができると思うとか、あとこれから世の中どういうふうに変わっていくと思うなんていうことを考えながら、自分たちがやりたいこと、それからこういったことがあったら便利になるんじゃないか、こういったことがあったらみんなに喜ばれるんじゃないかなんていうことを一緒に考えていきました。そして、本当に3月から、コロナの後に、スタートして、初級、中級、上級と、みんなね、勉強していただいたんで、宿題も結構あったし、いろいろ考えたりすることがいっぱいあったと思うので、学校の勉強とかオンラインの授業とか、いろんなことがこう、本当に新しいことばっかりで、大変だった1年かなというふうに思いますけれども、それだけ大変なことにチャレンジするってことは、すごくこう力がつくことになりますんで、みんなもこの1年ですごく成長したなっていうふうに、私ももう本当にこの最後のみんなのプレゼンのビデオを見て思いました。最初あった時ともう全然違うと思ってね、みんながすごくしっかりしていろんなことをこう世の中のことを考えてくれたり、社会のことをこう考えてくれたりすることをすっごく嬉しく思いましたので、これはね投票するという形で今回はコンテストさせていただきました。そして優勝すると、私の、家にですねホームステイできるというね、のが商品となっております。で飛行機も全部ついてますし、もう身一つで宇宙に来てもらったらなっていうふうに思っているので、今回ね、1名の方を発表したいと思います。でこの投票はですね、CEO キッズアカデミーの Facebook ページと、それから、CEO キッズアカデミーの講師の皆さんと、それから、私が、運営している CEO ウーマンズアカデミーというね、400名ほど、メンバーがいる、そちらの女性起業家の方たちに、見ていただいて、どれが、自分が好きかというのを投票していただくような形にさせてもらいます。そしてその投票結果が全部、集計して、1位の子に、ぜひホームステイに来ていただきたいなというふうに思っています。で多分ね、来年の3月と春休みかもしくは夏休みには、きっとハワイの往復の、飛行機も、ビュンビュンと飛んでる頃だと思いますので、その頃に、ぜひ来てもらいたいなというふうに思ってます。そして今回ね子どもたちに、プレゼンを、していただいたんですけど、3分っていうね決まりをつけていて、そして自分がやりたいことと、どういうふうに、どんなビジネスなのかっていうのを説明してもらったんで、それの総評も兼ねて、1人ずつね、私の方で、総評させていただきたいなというふうに思っております。じゃあ、まずその前にね、総評しちゃいますね、発表の前にね。はい、そしたらですね、小学校6年生が考えた北
こり癒される LINE スタンプということで、小学校6年生の女の子が考えてくれたビジネスプランなんですけれども、彼女はね絵が描くのがすごく得意なので、自分のキャラクターを作って、それを LINE スタンプにしたらどうだろうかっていうビジネスアイデアです。本当にね小学生の6年生とは思えないくらい話すのがすごく上手なんですよ。もうちゃんとカメラ目線とかで話せてて、いやすごいなっていう、なんかもう大人もびっくりみたいな感じなんですね。で話の、まとめ方とかもすごく上手だし、あと言ってる内容とか人に分かりやすく伝えたりとかすることもすごく上手だなというふうに思って感心しました。でもうこれからもねどんどんこう新しい自分のアイデアを、まあ、形にするっていうことはすごく彼女にとって得意なことだと思うし、またねこう人前でちゃんと喋れるっていうのは本当にねもうこれタレントですから、絶対こういうのを生かしていって、どんどんね、人前に出て話したり、いろんなことを伝えたりすることに、活躍してもらえたらなっていうふうに本当に思います。はい、そしたら次はですね、アロハ留学コミュニティサイト You 行っちゃいなよっていう、これ中学生がの男の子が、考えてくれた内容なんですけれども、彼自身ね本人留学すごいしたくて、そしてこう留学する時のこう自分の不安とか、あと他の人もどういうふうに思ってるんじゃないかなみたいな、そういった問題を解決するような内容になっていて、でも中学生なんで本当にプレゼンの組み立てとかすごく素晴らしかったと思いますし、そして授業の時はね最初はね本当にもう画面も消して参加してた感じの子だったのに、きっちりと素晴らしいプレゼンができてたので、すごいびっくりしました。そしてすごく上手だったと思います。そしてねこのもともとその授業の間でもすごくスケールの大きい、こう思考ができる子だなっていうふうに思っていたので、やっぱりもっとどんどん海外に出てもっともっとこう大きなスケールの、話をできる、友達ができたりとかするったり、先生がいたりとかするともっといいビジネスマンとして成長できるんじゃないかなっていうふうにすごく期待してますんで、ぜひぜひ、海外留学してもらって、そして、ね、大きな、視点から、日本をまた見てもらって、そして日本に何かね貢献できるような、ビジネスマンになってくれたらいいなっていうふうにして期待してますんで、素晴らしかったと思います。はい、じゃあ次はですね、あなたの会社の印象は2秒で決まる、目を引くような、ロゴマークを作るというビジネスを考えてくれた、中学2年生の女の子です。この彼女はね、まあもともとすごく絵を描いたりとかデザインしたりとかすごく好きなんだっていうことを話していて、自分の得意なことと、何かビジネスをするっていうことを組み合わせたんですけども、今回ね他に、まあこのビジネスコンテストに出ている、まあクラスメートですね、クラスメートのみんなの、ロゴマークを考えてくれたっていうことを発表してくれたんですけれども、このねロゴマークを考えるときにやっぱりねみんなのこう気持ちとか思いとか、どういったビジネスをしたいのかっていうのを授業の中でこう聞いてたから、それをこうイメージしてこうデザインを作ってくれたっていうところですごいこうデザイナーとしてのやっぱりこう支持されるようなデザイナーになったりとか、人に求められるようなデザイナーになるってことはやっぱりねこうねどういった企業の思いがあったりとか、どういった風にこう考えていることをこうデザインに起こすかっていうことすごく重要なことだと思うので、ものすごくねいい作品ができてるなっていう風に思いました。そしてこうプレゼンの内容も、すごいニュース速報みたいな感じでプレゼンを作ってくれて、そういった意味でもすごくクリエイティブなことが得意な子なんだなっていうのを本当に感じたので、もう次私がねまた新しい何かビジネスをするときにはぜひ、ロゴマークをお願いしたいなっていうふうに思いましたんで、引き続き頑張ってください。はい、では次はですね、小学生が考えた、こんな時代だからこそナイフを使いこなす生き方みたいなね、生き抜く力を養う、鉛筆削りの木刀製作キットっていうのを販売したいという男の子のビジネスモデルです。これはねもう本当にもう自分でもう株式会社キット強くなるっていうね会社名までもう決めてあるという感じで、もう本当にね最初はね忍者になりたいとかいう子供だったと思うんですけれども、それから、社長になりたいになって、そしてなんか自分でね、山村留学をしたいというふうに、どん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 成長していく姿を、もう私多分2年3年くらい前から、見てるのかなというふうに思うんですけれども、本当にねもう一番成長した、男の子だなっていうふうに思っていて、もうこれからが楽しみで仕方ないんです。
でこの、まあね、ナイフを使うっていうことはやっぱりこれからサバイバル、何かあった時に生き抜いていく力だっていうことを、まあ、子供がね、親にこう危ないから使わせないでっていうようなあの視点を持たないようにっていうことを訴えてる、まあ、ビジネスなんですね。だからもうあなるほどなっていうふうにしか思えないですし、またその山で生きているが山村で生きているからこそ、まあ、こう考えついたアイデアだなというふうに思っていて、本当に頼もしく感じてますから、もう引き続きこのままもう山で大暴れしてもらいたいなというふうに思いますし、そしてきっとね、本当にきっと強くなるっていうような会社のもう会社名通り、何か素晴らしい、もうこう世界に役立つ、あの社会に役立つようなビジネスを考えてくれるんじゃないかなというふうにして期待してますんで、この引き続き頑張ってください。はい、ではいよいよ、第3位の発表をしたいと思います。はい、第3位は紙飛行機で世界をつなごう、小学生の僕と一緒に、世界に友達を作りませんかという、小学校6年生の、男の子が考えてくれたビジネスプランです。彼のはねすごい、私もこう一緒に調べてて、紙飛行機って世界的に人気があるんだって初めて、まあ、知ったんですけれども、本当に世界コンテストみたいなのもあるので、ぜひね彼にはねこう紙飛行機の世界チャンピオンのってあのコンテストに出てもらいたいなというふうに思っているんですけれども、彼のすごい素晴らしいなというふうに思ったところは、まあ、プレゼンテーション3分間で作らなきゃいけないっていうふうになってるんですけど、その中ですごくね効果的に弟さんを使ってるというところがすごい素晴らしくて、多分ね年の離れた弟さんだから本来だったらもうめんどくさいなと思ってる、時だと思うんだけれども、弟さんを上手に活用して、そしてどうしたらちゃんと動画を見てもらえるかなとか、人にこうね興味を持ってもらえるかなとか、あここ使ったら可愛いなとかいうの全部多分計算されてできてると思うんですよ。でそういったこう人を使うところの部分っていうのはすごく才能が高いなというふうに思っているので、もうめちゃめちゃ経営者に向いてると思うんだよね。こう誰の能力こういったところに使ったらいいんじゃないかみたいな風にしてできると思うので、もうすごく楽しみにしています。これからも、ね、お父さんと仲良く、してもらいたいし、紙飛行機絶対に世界に、作って出て行ってもらいたいなっていうふうに思っているので、すごく期待してます。はい、そして第2位はじゃーん、親子で学ぼうコロナ対策すごろく、全ての人を守りたいという、小学校5年生の、男の子が考えてくれた、ビジネスプランが第2位になりました。イエーイ。はい、これはですねもう本当に彼もともと最初来た時には、お医者さんになりたいっていう夢だったんですけれども、その夢からねこういろんなねコロナになったらどうすることができるだろうか、どういうふうに困ってる人がいるんじゃないかとか、もう本当にいろんなことを考えてくれて、もう本当心も優しいし、それでいて何か新しいねこうビジネスを考えるっていう力もすごくあって、本当に、感動しました。そしてすごろくでね、家族でねコロナ期だから家で遊びながら、そしてコロナ対策をね、勉強できたらいいんじゃないかっていうようなビジネスプランを考えてくれて、すごく素晴らしいと思いました。そして本当にね最初入った時っていうか勉強した時から比べたら、もう動画でねなんかもうみんなの前で歌を歌っちゃって、プレゼンできるくらいのすごいなんか明るい感じの、子供になって、多分親御さんもびっくりしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、すごく成長が見られましたし、また、これからもねすごくなんていうのかな、こう大きな、まあ、社会の問題とかそういったものを解決できるような人になってくれるんじゃないかなっていうふうにすごく期待しているので、お医者様になっても、いろんなビジネスを展開することもできると思うので、ぜひ頑張ってください。はい、では第1位は、じゃーん、石突き集まれ3カ国語でわかる石のトランプということで、
小学生の、男の子が考えてくれたビジネスプランなんですけれども、彼すごい石が好きなんですね。でも石って本当よく考えたら綺麗な石もたくさんあるし、あと石集めてる人もたくさんいますよね。そこに注目してですね、彼は石好きの人が、好きそうな、石を、こうトランプのデザインにして、したらどうだろうかっていうようなアイデアで、もうダントツの、投票率1位でした。これはみんなね、多分大人も子供も結構石好きの人って実はたくさんいるじゃないですか。石の博物館があったりとかするくらいなので、すごくこう、まあ、マニュアックだけど好きな人も結構いるよねって言って、石のブレスレットとかさ、あるのなんかもすごく、持っている人もたくさんいるわけだから、石からパワーをもらったりとか、本当になんかね、いろんなこう活用の仕方があるんじゃないかなというふうに思って、で彼はそのゲームの友達とゲームの話をするだけじゃなくて、なんかこう石つながりの友達ができたらいいなというふうな思いでこれ作ったということなんで、おめでとうございます。我が家に来てくださいみたいなね、うちで、ホームステイをお待ちしております。そしてこの石のねプロジェクトに関しては、クラウドファンディングに出して、実際にこのトランプを作るっていうところまでやってみたいなというふうに思っているので、ぜひね、このトランプに協力してもいいよっていう、なんか石屋さんとかね、多分なんかこうね、パワーストーン屋さんとかでもいいし、あとこういう石好きの人の有名なこう教授とか知ってますよとかいうのでもいいから、なんかね、皆さんご協力いただいて、なんかこう応援していただけたらなっていうふうに思ってますんで、またこれがね、クラウドファンディングのプロジェクトになった時にはまた皆さんに応援していただきたいので、またねこう拡散をしたりとか、していただきたいなというふうに思っております。今回はじゃあこの石好きの、男の子、小学校の男の子が考えた石のトランプを作るということで、三角語、日本語と英語と、あとイタリア語で作りたいというふうに言ってましたので、これについて、実験していきたいと思います。そして、優勝者には、我が家ハワイの我が家に、ホームステイしてもらうということが、特典となってますので、ぜひいろんな、体験をハワイでしてもらいたいなというふうに思ってますので待ってます。そして私もですね、なかなか日本に行く機会がないんですけれども、まあ多分来年になっちゃうかな、今年はもう無理かなというふうに思っているので、来年ね、できるよう皆さんに、お会いしたいし、あと、子供たちにも、実はね、この子供たち会ってないんですよ。そう。なので、ずっとオンラインでね、授業をしてたので、ぜひ、会ってね、もうその時にハグハグしてあげたいなというふうに思いますし、そしてこの CEO キッズアカデミーのプログラムっていうのは、本当にお母さんたちのご協力、てか親御さんのご協力がなかったら、なかなか進まない内容になっておりまして、すごく大変だなと思われた方たちも多かったと思うんですね。で結構ねやっぱり子育てってやっぱ親子でやっていかなければならないと思うし、あとまた教育も、誰かにお任せではなくて、やっぱり親子で一緒に学んで成長していくってことがすごく、重要だと思うので、お母さんの意識がすごいこれを受けたことによってガラッと変わった方たちもいたと思うし、あとお母さんがねものすごい、もう子供のためにこう、ね、拡散したりとか応援をお願いしますっていう風にしたり、してるお母さんなんかもいらっしゃったし、あとはこうじっと、子供の力を見守っていくっていうお母さんの、応援の仕方もあったりとか、もう本当にいろんな、応援の仕方もあったし、ご協力の仕方もいろいろ、皆さんあったと思うんですけれども、本当に、親御さんのご協力なしではこういったことはできませんし、またこれからもね、どんどん子供のアイデアを、生かしても殺すも、まあ、親次第って言っちゃなんですけれども、やっぱりどんな才能をどんどん伸ばしていく、いい才能をどんどん引っ張り上げていくっていうのは、親しかできないことだと思うので、今回は本当に、皆さんご協力いただきありがとうございます。はい、CEO キッズアカデミーの第2回キッズビジネスプランコンテスト、今回の1位は、石のトランプを、作った、ビジネスプランを作った小学校の男の子に決まりました。彼には、多分3月か、の春休みか夏休みに、我が家の方にご招待したいと思います。この CEO キッズアカデミーに投票にご参加いただいて、いいねをしていただいたりコメントをいただいて、いただいた皆様もご協力本当にありがとうございます。これがきっとね、子どもたちの未来の希望に何かつながっていったらいいなというふうに私たちは思っておりますし、あと子どもはやっぱり社会全体で育てていくものじゃないかなと思いまして、この CEO キッズアカデミーというのを私は作らせてもらいました。これによって今までね、勉強とかスポーツとかそういったもの以外の能力っていうのではビジネスの面で使える
ような大人になっていってもらいたいなというふうに思っているので、子どもたちにビジネスを教えるということをしております。でいろんな能力がねどんどん発揮されてくる、これからになっていくと思いますし、いろんな能力がこれから社会で活躍できる能力となっていくと思いますので、ぜひね興味がある方がいらっしゃったら、全国からまあオンラインで受講できますので、また世界各地他の国の方たちも受けていただいているような、形になっておりますので、ぜひ興味がある方はこう概要欄に貼っておきますので、見ていただけたらなというふうに思っております。そして本当に、皆さんに応援していただきまして、この CO キッズアカデミーというのを運営しておりますので、ぜひこれからも、皆さんに応援していただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあね。